ポパイ。ポパイはアメリカ合衆国で発表されたアメリカンコミックカートゥーン作品及びその代表的な登場キャラクターの一人で架空の水平または船乗りである作品によって水平であったり船りであったりする。1929年、LG ・クリスラー・シーガーによりシンブル・シアターという作品で生み出されたキャラクターで、初めは 主人公ハムグレイビーとその恋人オリーブオイル、オリーブの兄カスターオイルが中心人物の漫画だった。オリーブたちよりも10年遅れて登場したポパイは脇役であったが何をやっても死なない不死身な個性から一役人気キャラクターとり、ハムの主役の座とその恋人オリーブをた叩く間に奪い去ってしまった。1930年代に入ると同作の短編アニメ、 カートゥーン映画がフライシャースタジオによって次々と制作されるように言った。今日知られるポパイはこのアニメ版と言って良いだろう。物語はほうれん草を食べると超人的パワーを出すセーラー服姿の小男ポパイとその恋人オリーブ、そしてポパイの天敵である大男ブルート・ブルータスの三人をめぐるコメディである。時々物語の舞台が 西部劇や中近東などのシチュエーションになったり、他の物語、映画などのパロディになったりすることもある。その場合にはそれに適した役回りを演じることもある。ポパイのほうれん草パワーは、ほうれん草等の野菜を食べない、小学生に野菜が必要なことを特採、多くの母親たちが引き合いに出したエピソードでもある。なおの作品が制作された当時、 ほうれん草の缶詰は製造されていなかった。ヘラクレストほうれん草1954では当初、ポパイの先祖はニンニクの匂いを嗅いで力を出していたが、ブルートに除草剤のような液体をかけられ、匂いがなくなった玉ねぎの代わりに、ほうれん草を食べたところ、玉ねぎの匂いを嗅いだ時以上の力を発揮し、以後ほうれん草を食べるようになったという説もある。 1960年代には初めてテレビアニメシリーズが制作され、1970年代にもハンナ・バーベラプロダクションの手によって新作のテレビアニメが制作された。1970年代頃にはポパイそのものがほうれん草のあだ名にもなった。1980年に監督にロバート・アルトマン、主役のポパイにロビン・ウィリアムズ、日本語吹き替えは、 イカリア・チョウスケでアメリで実写映画化。2004年、ポパイ誕生75周年を機に、ポパイの 3DCG アニメがアメリカで放映された。2009年12月8日、LG クリスラー、シーガー生誕115年を記念して、Google のロゴに登場た画像。2018年には CG でアニメ映画化予定。配給はコロンビア映画、 ハーストコーポレーションのにより著作権が管理、運用されている。初期作品は1話完結形式であったことから、米国司法による判断では著作権については保護期間が満了しており、キャラクターグッズなどの商品化、あるいは二次創作については著作権満了した作品からの引用であれば許可を得ずに制作することが可能。ただし、ポパイのタイトル、タイトルロゴ、 および各キャラクター名は、キングフィーチャーズ・シンジケートにより、商標登録されているため、許可なくロゴを入れたり、名前を記述に入れたりするとが、できない。そのため、司法判断前に作られた、ゲームソフト、ポパイには、コピーライト1982キングフィーチャーズ・シンジケート、インク、の表示があるが、司法判断後に作られたパチンコ、CR ポパイおよパチスロ、ポパイには、 ファーストホールディングズ、インク、ライソンストバイキングフィチャースシンジケート、インク、と表示されている。アニメのうち、フライシャースタジオ、1933から42、フェイマススタジオ、1942から57、制作分は倒産と、半権不継承により、パブリックドメインとなった作品が多いことからいくつかの、作品が連パ DVD として流通している。 日本でも、1959年から1965年まで、TBS、藤化の時間、藤化一社提供枠で放映された。テレビアニメは最高視聴率33.7%を記録した。途中で1962年4月3日から9月30日まで、NHK 総合にて六分の短編アニメ、漫画、鉄腕、ポパイというタイトルで、 毎日17時54分18時に放映し、1968年には、富士テレビで18時から18時15分に放送された後から1980年6月30日から同年8月20日まで、東京12チャンネル、現、テレビ東京で漫画、ポパイというタイトルで、平日と19時15分から19時30分に放送され、 1980年8月25日から1984年7月27日までに、再び NHK 総合にて70年代の、ハンナイコールバーベラ版を、毎日18時25分から18時40分に、放映していた。2006年には、CS 放送のカートゥーンネットワークで放送。以来10年近くにわたって時間帯を変えながら、放映を続けてきたが、 HD 放送に伴い終了した。日本への紹介は早く、戦前の雑誌、新青年で漫画の翻訳が掲載されている。また戦時中の漫画でもアメリカ海軍に見立てた、ブルートを日本兵が倒すというものがある。エノケンの孫悟空、昭和15年作品で江ノ県憤する、孫悟空が、ポパイのテーマ曲をバックに、中村名子からほうれん草をもらい立ちまち元気になる。 シーンがある。TBS 版アニメ放送中は、森田健次によって、コミカライズ版が、少年画報、少年画報社に連載された。ポパイの名は、社名や店名などでも数多く採用されており、特に業務用ソースなどを製造、販売している、ポパイ食品工業は、ロゴマークに、ほうれん草をかたぎっていた。登場人物である、ポパイ、オリーブ、ブルート、 ブルータスの名前はそれぞれ、ポップイ、オリーブ、ブルータスとして、マガジンハウスから発行された若者向けの代表的な雑誌の名前に採用されている。1969年には、阪急ブレーブスのウィンドブレーカーに勇者の兜をつけたポパイのイラストが登場したが、版権元から使用許諾を得ていないと、クレームがついたため、たった2日でオクら入りとなった。 1978年、日本のバンド、スピニッチパワーがテーマ曲をディスコ調にアレンジしたポパイ・ザ・セーラーマンを発表、40万枚のヒットとなった。同年公開の東映映画、カワジャンハン皇族、カンヒロシ主演、ハセベヤソハル監督では、挿入歌として使われている。また、日本の大学野球では、立教大学の応援歌として使用され、 日本の高校野球でも応援歌の定番曲としてよく使用されている。日本航空では JAL スキーツアー北海道キャンペーンのキャラクターにも起用された。1984年まで。1981年に放送された仮面ライダースーパー1では後半のエピソードにユートピアン知事に変身した幽霊博士がベッドに書かれた文字を指してポパイと叫ぶシーンがある。 1982年に、ニンテンドから、アーケードゲーム、ゲームウォッチ、ファミリーコンピュータ用、アクションゲームとして、同名の、ポパイが、1983年12月に、ファミコン用教育ソフト、ポパイのご遊びがリリースされた。1988年に、鈴木から発売している軽自動車、アルトワークスの CM キャラクターに、ポパイが起用された。 2004年に、日野自動車から発売している小型トラック、デュトロの CM キャラクターにポイが起用された。1994年に、テクノスジャパンから、スーパーファミコン用アクションゲーム、ポパイイジワルマジョシーハックの巻がリリースされた。2005年に、サミーから、ポパイのパチスロ機が登場し、全国のパチンコ店に設置された。ユニバーサルスタジオジャパンではポパイがエントランス。 入り口でグリーティングを行っている。第二次世界大戦が始まると、ポパイが数軸国軍と戦うプロパガンダ的なエピソードがフェーマススタジオ制作文で何種類か作られた。例えば1942年の幽霊 A、サップ、ミスタージャップ、あんたは間抜け、ミスタージャップでは、ポパイが日本海軍の戦艦を破壊するが登場する。日本人はいずれもメガネ。 デッパなどのステレオタイプ的な要素を強調して、醜く描かれている。1943年の大英法連装輸送では、無制限潜水艦作戦を展開する、ナチスドイツ海軍の潜水艦、u ボートと戦う。登場するドイツ兵は、全員がちょびひげで、ことあるごとに、ナチス式敬礼をして、ハイルヒトラーと叫ぶなど滑稽な存在として描かれている。同年の、 正常期を見ようも、海軍に志願したポッパイと、ブルートが協力して、日本軍のスパイを一掃するという内容で、クライマックスでは、アンクルサムの拳が、昭和天皇や、アドルフ・ヒトラーを折り飛ばすシーンもあった。声優は日本語吹き替え版。左はオリジナル。右は日本語吹き替えの声優。ビデオ黎明期の80年代後半に、複数のビデオ会社から発売された。 70年代のテレビシリーズを VHS 化80年代に NHK でいくつかのエピソードは放映されていたが、全巻2本未公開エピソードであることが売りで、1989年発売分はオリーブ役を当時フジテレビアナウンサーだった山村美智子が担当していた。ポパイ役は NHK では高松茂雄が演じていたが、この VHS では初代の浦野が再登板した。 60年代のテレビシリーズを VHS 化1巻に0話収録。いずれも1989年11月25日発売。ハンナ・バーベラプロダクション制作の VHS 化全7巻。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。